よし。ほんでもって、ハンマーを手に入れるためにサマディに来いっつってね、久しぶりに来たんですけど、サマディ地方。なんかもうこれ、なんちったらいいの、週末感。世界の終末が近づいておりますというぐらいのこの感じで、勇者の星を、いや、これ落ちてくるやつじゃん。落ちてくるやつじゃん、つって。ズドンつってさ、サマディに落ちてこん、大丈夫？あれを受け止めてさ、内部にあるコアをさ、誰かが捕まえて、そこに、膝蹴りを伴うナイフでバチンってやっつけるみたいな、あのエヴァの歯でやってたやつみたいな。あんなの起きてる次第大丈夫で、とりあえず到着。おっと、ムービー、ムービー、やべやべ、何この不穏な雰囲気。勇者の星がサマディに迫っているという噂は本当だったのか。やっぱりそういう感じになりますわな。あーっつって、今まで歩いてると気づいただろお前。いや、この距離感よ。いや、大丈夫。落ち、世界が闇に包まれた後、突如として落下を始めたそうだ。落下を始めた。一体世界で何が起こっているのか。なんか命の体重と関連性があるんだろうか。やっぱり命の体重と勇者の星は、やはり勇者というキーワードで結ばれてるんだろうから、命の体重を失って今なんだろう、空に浮かんでいる力を失ったとか、そういう感じ。おー、ヨッチ、何やってんの、黒ヨッチ、ダークヨッチだな。勇者の星か。こいつらあれなんだよね、ヨッチって一応主人公にしか見えない感じなんですよね。おいおい、不気味だな、不気味だな。おお、登ってった。いや、かゆいだろ、こそばゆいだろ。老主様が邪神を倒した後、ロトゼタシアを永遠に見守るため天に昇り、勇者の星になったという神話がある。あ、じゃあ老主なんだあれは。あ、じゃあこの世界を救うために先代の勇者老主の亡霊みたいのが今天に舞い降りようとしてる的なこと。エレノアが好きだった老主様の神話、古代の人が作ったおとぎ話に過ぎんと思っていたんだ。エレノアが好きなお話だった。 なんかもうこのブルブル、この中の何、こいつのコアみたいなやつがブルブルやるのが怖いんだけど。よっち、不気味だな、その吸着力よ。足の世界が崩壊した今この時、勇者の星が落下を始めたことを考えると、そうとも言い切れんか。まあそうだよね、何かしらの変化があったってことだろうから。ローが一生懸命真面目な話してんのに、お前横切ればいいのにわざわざそこを登ってますがれてた。人の話も聞かずぼーっとしおって。今重要なこと見てたんだよ。そうじゃの、もう一度わしの話を聞くか。いや、大体分かった、大体分かった。勇者老主様、いや、いいです。おお、そうか。聞いておったならいいんじゃ。はい、押したらどうだったんだろう、ね、またあの話始まったんだろうか。いずれにせよ、あの星がこのまま地上に落下すれば、サマディも無事では済むまい。おい、グランドクロス、お前得意のグランドクロスである安崎に来てくれよ。今日勇者様の星だからな。王宮に向かうぞ。サマディ王に話を聞いてみるのじゃ。ああ、懐かしのサマディ王にお話を聞こう。すなしか。いや、この距離感だからね。サマディ王もかわいそうだな。こんにちは。サマディの人々は神話にある通り、勇者の星がロトゼタシアを見守る神聖な星だと信じてきました。しかし勇者の星のまがまがしい姿を見て、あの星は神話にあるような尊い星ではないと考える人が多くなっています。私にその真偽は分かりませんが、あの星について何か情報を得たいなら、知るにいるサマディオにお聞きください。ということで、やっぱりサマディオのところに行けってことか。まあ、とりあえずサマディオにお話聞いてみようって感じだよね。みんな見てんじゃん。みんな見てんじゃん。一日中見てんの、落ちてくるのつって。まあまあ、でもね、その気持ちわからんでもない。おお、ちょっと当選簿かお前ら。夜間、あ、これ夜間なの。今昼か夜か分かろう。じゃあちょっとすいません、出直してきます。お、パフパフ姉さん元気。あら、素敵なお兄さん。おお、またお願いします。一回やってくれたじゃん。やってくれたって、それ確か前回やった時は お父さんみたいな人が出てきたんだよね。あら、いっぺんにお相手できない、ワン人でついてきて。はい、ああ、別れちゃったよ。
いるじゃんいるじゃん、うん、セイニャちゃんに見られてパフパフされるのは嫌だな。座ってって、あ、いや、すいません、はいはい、消すわよ。パフパフパフ。一緒かい。めっちゃ怒ってるセイニャ。どうでしたかっつって。どうでしたか、パフパフ終わりの男にどうでしたか。もう言葉が出てこうわ。日曜宿屋で寝たけど、なんだか夜だか朝だかよくわかんねえ。いなくなってるなってる。よし、サマディオに謁見でございます。うわー、なんか久しぶりだな。あいつも元気かな。なんだっけ、あのサマディオのさ、ダメ息子ダメ息子だ、忘れちゃった。 なんだっけあいつ。おー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 、なんかいっぱいいるな人。こんにちは。ファーリス。あ、ファーリスだ、ファーリス。危険な真似はよすのだ。何、危険な真似、どうしたの。父上、心配いりません。僕があの星の謎を解き明かし、サマディの民を安心させてみせます。あれ、なんか腰抜き系ないな。あそこに僕が行って、あれの正体を暴きましょうみたいな、そんなこと言ってる雰囲気じゃね、これ。お、どうした、もう出世したな。出世はしてないか、王子のままか。ずいぶんかっこよくなったな、ファーリス。なんかどうしたの、胸毛を。そなたか、いつぞやはファーリスが世話になった。いやいや、こちらこそ。どうしたの今、なんか新木新曲さ話してる。なんと真剣な話してるけど。ご尊顔は、ご尊顔ご尊顔っていう。久しぶりだな。ああ、久しぶりなのか。イルノアを忌まわしき災厄が襲ったあの日、四大国会議の日から16年ぶりになるか。なるほど。ストーリー上はね、ここに来たのは最後は、主人公カミュちゃん、セイニャちゃん、ベロニカの4人だから、ローがここに来てたら初めてなのね。お久しぶりっつって。ロー殿、事情は全て聞いています。勇者がロトゼタシアに災厄をもたらす悪魔の子だという話はデタラメだったと。まんまとお前乗せられてよ。それでもオーカや。デルカダール王の嘘を見抜くこともできず、世界の崩壊という最悪の事態を招いてしまったこと、どうかお許しください。お許しください。許されねえ。お前なんか王には向いてねえんだよ。まあ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 、しょうがない、許してるよ。それも、それも仕方ない。顔を上げよ。さすがロー、王の、王としての懐が違うぜ。デルカダール王に取り付いたウルノーガの仕業だったのだ。他の誰に非があるわけでもない。でもそれってもう世界共通の認識なんだね。デルカダール王に取り付いていたっていうのは。ありがとうございます。許してやる。それよりも、今は勇者の星のことだ。このまま地上に落ちれば取り返しがつかん。あの星について何か分かってないのか。もうサボディオなんか知ってんの、勇者の星。国の学者たちに調査をさせているのですが、今のところ何も分かっていません。まあ、そもそも勇者の星って何って感じだよ。神話上のものなんでしょ、一応この世界的に。ただ一つだけ気になることがあります。息子のファーリスがあの星を覆う赤い結界に刻まれた文字のようなものを発見したのです。文字、なんか文字っぽいのは確かについてるな。勇者の星に結界が。結界？そこに文字のようなものが刻まれておるじゃと。お前らちゃんと見ろよ。結構なんか結界っぽいのついてたし、はい、それで王子は先ほどその文字のようなものを調べるため学者を連れてバクラバ砂丘へ向かいました。あんなビビりだったファーリスが、えらい進化したもんだ。ほうほう、怖い、危険な匂いがしますな。何故勇者の星が落下を始めたのか調べに行くぞ。俺ハンマー取りに来たんだけど、ここに。やめてよやめてよ。まあまあまあいいか、これを解決しなきゃダメだな。バクラバ砂丘に行くのであれば息子の様子を見てきてくれませんか。どうもファーリスのことが心配で。 いいじゃん、自分で行ったんだから自主性があっていいよ、うん、うんっつって、まあ見てやるよ。ありがとうございます。石像を塞ぐ兵士には通行を許すように言いつけておきます。あ、ない、塞いじゃん。では息子をよろしく頼みます。いつも人頼みみたいな。お前も動け。いや、奥様も大変ね。自分の息子のこと言っちゃって。ファーリスのことは心配ですが、
あの子ももう大人の男、自分のことは自分で決めるべきです。私はあの子が自分の役目を果たす姿を母としてただ見守るだけです。おお、なんかあれだな、甘やかし母ちゃんからずいぶん変わったなえらいもんだ。いや、まあそれはね、ファーリス自身が成長したのもあるんでしょうね。結界、あれが文字なんかい？どこのこと言ってんだろうな。まあでも文字っぽいマークはついてるけどね。まがまがしいな、見れば見るほど。すごい見方してんそういう格好で空見上げる？両腕を上げてさ、筋肉を高らかに見せびらかしながら。いやいや、おい、こんなにでかい星を間近で見られるって男の血が騒ぐぜ。騒ぐか。怖いけど。まあいいや、とりあえずそのバクラバ砂丘の方に向かいましょう。うほい。そういえばですね、この実況を今撮ってるのが2021年の10月9日なんですけれども、この前日、前々日かな、日本中に、ニュースが入ってきまして、このねドラゴンクエストシリーズをの BGM を作曲された杉山浩一さんが2021年の9月30日に、亡くなられたというニュースが、飛び込んできまして、僕も非常に、悲しみに今、戦いながら実況しております。まあ、この聞いてください、このドラゴンクエスト11の音楽。この音楽を作曲されたのも当然杉山浩一さん。ドラゴンクエストの音楽はね、500以上にも及び、その全てを杉山浩一さんが作曲されたということで、いやもう僕と同じね、まあ、30、40代ぐらいの人は、あのドラゴンクエストのね、オープニングテーマ、あれも聞いた瞬間にテンションぶち上がるじゃないですか。まあ、そんな音楽を何百万人という、人間たちがね、聞いた瞬間にテンションをぶち上がってしまうような曲を作曲してくださったの、杉山浩一さんの功績、ゲームミュージックというものを、に、オーケストラというね、要素を、取り入れた杉山浩一さんの凄みというか、これからも永遠に、世代を超えたゲーマーたちがね、この素晴らしい音楽を聴いていくと思いますので、はい、杉山浩一さんには本当に感謝しかないのと、本当にね、安らかにお眠りくださいということで、僕もこれからもずっとドラゴンクエストを楽しんでいきたいと思います。ということで、ファーリス何やってんの？おお、揉めてんな揉めてんな。おい、ここじゃ文字が見えるわけないだろ。もっと近くに行って調べないと。ずいぶん責任感に満ちてるなお前積極性が異常。バクラバ砂丘に入るのは危険です。いくら王子といえどもその命令は聞けません。腰抜け学者め、お前見えんのか、ここから解読できるっていうのか。もう俺と同じこと言ってんの。眠い目して夢ながらいいこと言うね。見てみろよお前、そんなしょうもないメガネつけて王子ちゃん久しぶり。あ、そうだ、シルビアの弟子みたいなとこあるからね、ファーリスは。シルビアさんたち、シルビアさんたち、久しぶりだな。無事だったんだ。おお、なんか勇敢になったね。王様ちゃんから事情は聞いてるわよ。王様ちゃん、あの星を調べるためにここに来たんでしょ。ずいぶん成長したじゃない。いやいや、自分からね、積極的に言って自ら国民のためにってそれほどでも、王子として仕事をしてるだけさ。でも皆さん、どうしてこんな場所に？それも同じよ同じ。あの星が何なのかっていうのは。俺たちがここに来た目的はお前と同じ。勇者の星の調査に来たのだ。ありがとうグレイグ、その通りよ。もう。あなたは。デルカダールの英雄。なるほど。グレイグ将軍じゃないですか。ご存知。こんなところでお会いできるとは。サマディのね、兵士たちもデルカダールとは非常に友好的ではあるけれども、ちょっとライバル視していて。デルカダールを追い越せと、でデルカダールの英雄グレイグをね、をも超えろみたいな、そんなノリでやってたけれども、やっぱりでも尊敬の念はありますわな。知っているのか。グレイグ将軍何をおっしゃる。もちろんです。あなたは騎士の憧れ僕はグレイグさんの舞台に入るのを目標にしてこれまで頑張ってきたんです。いや、嘘つけ、いつからそんな目標できた。最近できた目標だろお前。ちょっと前まで腰抜けだったが、我が隊に入らずとも民を守ろうとするその勇気があればお前は立派な騎士だぞ。もう言うね。でも王子に対してお前っていう口ぶりはダメよグレイグ君、グレイグさんからお褒めの言葉をいただけるなんて感激です。そんなに嬉しいんだ。大丈夫、生きかけてない。時に王子よ、その様子を見るに
勇者の星の調査はなかなか苦戦しておるようじゃん。いやいやいや、もっと近くに行って見ればいいだけじゃん。大丈夫だ、モンスターから名前出してるから。学者がおじけづいちゃってさ。じいさん、お前ユグノアの元王ぞ。こっちはさすがの僕でも文字の解読はできないし。ああ、そっかそっかそっか。どうしたもんかと。虚勢を張って王子一人で乗り込んだところで学者も連れていかなきゃいけないですね。お主が見つけた古代文字、わしが解読してやろう。ええー、お前そんな知見もあんの、すごいな。え、学者さん、あんたも古代文字が読めるのか。学者級だ。ありがとう、助かるよ。でもさっきじいさんって言ってるけども、バクラバ砂丘の中心にある遺跡のあたりなら文字もよく見えると思う。中心、僕は先にそこに行ってるから。いやいやいや、先にって一緒に行こうよ。一人で行くな、お前。砂漠のモンスターにやられるぞ。異性よく言ったけれども、本当に申し訳ありません。一緒に行きたいんですが、どうしても恐怖で足がすくんでしまって。王子は砂丘の中央にあるバクラバ石群へ向かいました。バクラバ石群、どうか用事をよろしくお願いします。バクラバ石群、あー、あれか、なんかあれだあれだ、もうなんか前からね、前来た時も、ね、絶対これなんかあるやんっていう感じの雰囲気の場所があったんですよね。ここでいよいよお出ましか。大丈夫、あそこのさ石のとこに行ったら急にあれが降ってきてさ、あの勇者の星が潰されたりとかしない、大丈夫。怖いけど、まあまあ、でもほらグランドクロスとか持って。おー、お前何で、おい、どうした、え、大丈夫か、お前、え、何、急にどうした、え、ただ疲れただけ。ちょっとちょっと、王子ちゃん何寝てんのよ。星を調べに来たんじゃないの。いや、まさかそれは。こんなに大きな星を真下で見る機会なんてめったにあるもんじゃないから、記念にさ。いやー、すごい、みんなもやってみなよ。いや、なんかキャラ変わってっから、お前そんな凄みのあるキャラじゃなかったじゃん。んっつって、いや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 、お前らも、いやいやいや、でもこの距離感でこのデカさだからね、やばいでしょ。これ落ちてきたらひとたまりもないよ。どうした、どうした、勇者ちゃん、どうした。お、また黒よっち。気づかないんだ。王子ちゃん、誰も見てないんだ、ね、あなた結構肝が座ってるのね。やっぱシルビアもそう思う。すごいよ、なんか怖いな、このカメラアングル。この遺跡って何なのかしら、こんな荒野のど真ん中にポツンとあるなんて不思議よね。確かに、なんかの儀式に使われていたのかしら。そう、じいちゃんのじいちゃんのそのまたじいちゃんの時代からあるらしいけど、詳しくは知らないな。かなり昔からある場所なんですね。まあ、勇者の遺跡と同じぐらい歴史のあるものなんだろうか。顔の上をわざわざ渡っていくっていうね、よっち。作られた時は大切な役割があったのかもね。なんだか五代のロマンを感じるわ。常にロマンを感じてるシルビア君。いや、なんか怖えな、あいつ。よっちって敵か味方かよくわかんないんだよね、こいつ。なーに、もう絶対こいつなんかしようとしてね。ローはローで見てるし、うん、確かに星には何やら文字が書いてあるようじゃな。早速調査を始めるか。大丈夫、老眼とかじゃない、大丈夫、遠くのものは見えんのか。おーおーおお、いつからそんなもの持ってる。いや、なんで BGM が消えんだよ。絶対こいつなんかしてるじゃん、勇者の星に。いや、なんで、いや、あいつに話しかけろってことじゃん。うわ、ちょ、怖いわ。ローちゃんは大丈夫。まあ、そう焦るな。もう少しで解読できるから、おとなしく待っておれ。うん。めっちゃ見とるの。しかし、すごい迫力だな。こんなに間近で勇者の星を眺められる機会なんてそうそうないよ。ヨーダさんもせっかくだから、遺跡の真ん中に立って眺めていくといい。これは迫力満点だよ。遺跡の真ん中に行けって誘導してんじゃん。遺跡の真ん中にはこの黒ヨッチしかいないわけよ。もう怖い。こいつとバトルになったりしない？大丈夫？一応話しかけてみる？うわ、もうほら。お前気づいてんでしょ、わしが見えてることに。何すれば、めっちゃ喋っとるやん。しかも、私が見えるのかには聞こえなかった今。ダフーハロヒヒにしか聞こえなかったわ。はい、見えます。勇者だから。それでは、お前が、そう、勇者。お前ね、敵味方どっち？場合によっちゃ全身全霊ぐりを頭にぶちかますけれども。
ぺちゃんこにするぞ、お前。大丈夫？味方？おお、なに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 ？ああ、シュルビーや。どうしたの？独り言なんて珍しいわね。いや、はい、家しか言ってないけどね。おい、あれ、クルーチは？クルーチと、おお、見えないんだよな、みんなにはな。わ、なに？過ぎ去りし時よ、さあ我が元へ来たれ。え、こいつもしかして勇者？勇者ローシュって、うわぁ！邪悪な、邪悪な光を、うわぁ！勇者の星に当てて、なんかいなかった。え、なに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 、勇者の星。見ろ、星が。星のマーク、なんか開こうとしてなかった今。うわぁ、落ちてきちゃったじゃん。なんだよ、真ん中になんかあるよね。コアみたいのが。落ちてきたけど、大丈夫？いやもう、勇者じゃないでしょ。ちょっと、星が落ちてくるじゃない。おい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 、グランドクロス、グランドクロス。もしくは何？全身全霊切りで叩ける。え、中からなんか出てくるの。うーわ、あ、誰こいつ。ウルノーガじゃね。え、何してきた、ウルノーガ。ロー様、ここにいては危険です。早くこの場を離れましょう。離れよ離れよ。何見一生懸命見てねろ。待て、もう少しじゃ。もう少しであの文字が読める。おーおー、それはそれで大事だけれども。え、でもウルノーガ来てるよ。どういうこと？こいつが漁師で。ニズゼル。いやもう難しい。何何、言葉が飛ぶ、全然わかんない。ニズゼルファ。ロー様、もう限界です。さあ早くこちら。落ちてくるって、じいさん。まだ早いって。まだ行くには早いって。おお、かっこいい。うお、え、お、撃った。今度は何なんだよ。え、勇者の星だからやっぱりウルノーガ的にはあまりよろしくないの。おお、ちょ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 、え、何を考えてる。うん、お、ヌーンつって。あ、切った。うお、お、ぶわ、大爆発やん。あららら、ファリスちゃん。いや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 、え、どうなったの。一応まだ水、え、これで世界は我のものなり。勇者の星ぶっ壊しちゃった。え、実は勇者の星って結構この魔王を倒すのに結構キーアイテムだったってしない？それをぶっ壊したんじゃないの、ウルノーガが。あれは魔王の剣。魔王の剣、魔王の剣でぶった切ったんだ。星が消えてしまった。勇者の星を魔王は消した、消し去った。命の大事の次に今度は勇者の星を。これやりたい放題だな。本当に勇者の星だったのか。それにあの剣を持った魔物は一体。いやいや、もうウルノーガだったじゃん。お前、どんだけ気づかないんだよ。何言ってるんですか、グレイグさん。あれは救世主ですよ、救世主。救世主がサマディを救ってくれたんです。いや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 、魔王だから。声が完全に桐生一馬だったから。王国のみんなもホッとしてるんじゃないかな。はあ。じゃあ僕は先にサマディに戻るよ。何か用があったら気軽に王宮まで訪ねてくれ。じゃあハンマーちょうだい。そうじゃないか、ハンマーはどうでもいいのか今。アーデューツって言っちゃったけれども、お祭り野郎だな。消えてしまったが、あの星にはニズゼルファという古代の星が刻まれていた。ニズゼルファとは一体何なのじゃ。なんていう意味、ニズゼルファって。またそれをニズゼルファを探す旅になるのか。それじゃあサマディの王様ちゃんにニズゼルファって言葉に心当たりがないか聞いてみましょう。何かわかるかもしれないわ。聞こう。そしてハンマーをもらおう。うん、OKOK 行こう。あらら、行っちゃった。あれ、さっきのヨッチは、黒ヨッチは。おお、勇者、黒ヨッチは。あ、いた。ブルブルつって、お、なんか落ち込んでんな。落ち込んでるよ。え、あいつはあいつでなんか勇者の星で、これがローシュだったりしない。
てんてんてん、嘆き悲しんでるじゃん。わかんねえな。全然見えん、全然見えんわ。まあまあいいや、うん、まあいい。あ、ちょっと待って、こっち側のキャンプ一応開放しておこう。よしよしよし、北キャンプ一回はね泊まっておけばまたルーラーで来れるので、よし。